こんにちは、森吉です。今週レビューの POG 的注目馬行ってみたいと思います。はい、まず一つ目のレース、今週9月5日9月6日の週ですね、まず土曜日の札幌競馬場芝 1500m、こちらのこの馬ですね、 D マジェスティ、ちょっとこちらに、まず1頭目は注目馬ということにしたいと思います。はい、オスの2歳馬二宮厩舎ですね、父ディープインパクト、母エルメスティアラ、兄に、セイクレットレーブワールドレーブ、姉にホクラニミサ、まあ、そこそこ、2勝3勝してる馬ですね、まあ、こういった馬が、上にいる血統の馬になりますね。で、まあ、この馬指名するにあたって、まあ、考えるポイントなんですが、まあ兄弟が3と4と、勝ち上がってて、まあ、クズの出にくい血統ですね。で、まあ、結構 POG 関連の本なんかでもそこそこ取り上げられてて、まあ、評判も高かった馬ですね。で、まあ、時計的に、追い切りの時計的に、すごく目立ついい時計っていうのは出ていないんですけども、まあ、北海道で乗り込んでますんでね、まあ、その辺は若干、まあ、仕方ないのかなと思いますね。でその他にこう、まあ、未勝利で終わるっていうことがまあ考えづらい、まあ、よく言えば1つか2つはまあ勝つんじゃないかっていうところですね。まあ0ポイントっていうのは避けられるのかなと思います。であと特筆すべき点としてはですね、結構外国人の身元引き受けを二宮調教師はされるみたいなんですが、まあ、それ以外は基本的に日本人騎手ですね。まあ、海老名騎手であったり、平野騎手であったり、この厩舎がルメール騎手を使ってくるっていうのはちょっと珍しいなと、記憶にちょっとないですね。でこの辺から期待度がちょっと伺えるなというふうに、私は判断しました。はい、続きましては、日曜日の小倉 1800m、ここですね。ここは結構前評判の高い馬、藤原厩舎今年好調ですね。ボンナバン、それからラストインパクトの妹、イリデッセンス、まあおそらくこの辺が、まあ、あとロードスター、この馬もそこそこ評判いいみたいですね。ということで、まあ、この辺が人気、まあ、するのはまあ見え見えなんですね。で、まあ、ちょっと私が狙ってみたのは、この鉱山アプローチ、父ブレイクランアウト、母リュバンドール、もうめちゃめちゃ渋いですね。そちらもちょっと現役時代を知ってるだけに、ちょっと感慨深いものもあるんですが、はい、まあ、ちょっと古いんですけどね、お母さんは、一応 JRA2 勝、今のフローラステークスの前の名前ですね、4歳牝馬特別、ここでまあ4番人気でしたかね。ちょっとオークス候補なんて言われた時期もあったんですが、まあそんな感じですね。で兄弟にはっきり言ってこう活躍馬いないですね。1勝馬ぐらいが1頭か2頭いたぐらいだったと思うんですが、まあこれトレセン使わ、トレセンね、外球使わないで、1ヶ月間ぐらい7月末ぐらいからじっくりと、厩舎で調整されてますね。まあ、最近はちょっと2週間でもう出走なんていうパターンが主流みたいですが、でまあ、先週も52秒2、13秒0、今週ももう8時近い時間帯で52秒6の12秒5で、まあ、高時計も連発してますね。でまあ、血統的にももうかなり地味という感じでですね。メンバーも他に POG の人気馬いますからね、人気もなさそうですね。まあ、当たり前なんですけど指名者なんてのはほとんどいないということが予測されるんで、これは POG だけじゃなく、馬券的にもかなり面白い一頭だなと思ってますね。でまあ今週の結論としては、まあ T マジェスティに関しては、まあ一応大物感がある、まあ、評判も高い。でまあさらに普段日本人騎手しか使わないような厩舎が、まあ、ルメール騎手を使ってきたというところからも、まあ、陣営の期待はかなり高いんでしょうね。でまあ、今のところこれといった指名をそんなにしていないというような感じであれば、
1勝2勝はするでしょうから、とりあえず的な感じで指名しても良さそうですね、うん、もしかすると大物かもしれませんし、で、まあ、鉱山アプローチに関しては、まあ、ちょっと失礼なんですけど指名はご自由にと、馬人 POG さんの地獄モードみたいなところだと、これ生きるのかもしれませんね、うん、まあ、ちょっと私も、最強の補足さんでちょっと密かに考えてはいますということで、まあ、今週の POG 的注目馬、まあ、2頭の紹介はこれで終わりたいと思います。